ラブファーマーズコンフェランスの第1回を始めさせていただきます。私は埼玉県小川町というところで雪農業を夫がやっております、金子というのでございます。私はこの会の、発足メンバーとして1年半くらい前から準備をして今日を迎えたわけでございます。お天気だけが心配だったんですが、あいにくの雨でも、明日明後日はどうやらいい天気だという予報を頼みに、これから明るい気持ちで始めさせていただきたいと思っております。今日はこの会が日本では多分初めてと言ってもいいような会だと思っております。3泊4日という長期にわたる国際会議というのは世界でもあまりないと思います。この日本でも3泊4日と銘打った国際会議というのはなかなか見受けられない。1回2回はあるかも分かりませんが、実はこの会は来年も再来年もその次の年もずっと続けていきたいという希望で始めたものです。ですからこの春の町の方はそれを心して皆さんにお披露目いただいて、ぜひぜひこれからも私たちと一緒にお付き合いいただきたいと思っております。それをお願いした上で、それではこの歴史的なページをまずは開会宣言をさせていただきます。この会がそもそもできましたいきさつ、その他は後ほどご説明させていただくことといたしまして、全国有機農業推進協議会というのが一つの母体でございます。それからこちら春の山の学校、この2つの団体が主催者でございます。それではまず全国有機農業推進協議会を代表いたしまして、事務局長の下山久信さんから開会宣言をお願いいたします。その今日本の国がですね、もうめちゃくちゃになってるんですよ皆さん。一つは今安倍首相が安保法制というのをやろうとしてるんですけど、この間8月の30日に国会の周辺でですね、10万人以上の若い人たちが自然発生的にいろいろ連絡をし合ってですね、反対の声が上がってるんですね。というのはそれが一つです。もう一つは株がですね、この3日間で1日700円下がったりなんかして、もう めちゃくちゃになってるんですよ。で日本はこのままいったら大変なことになるんです。全てが考えてみてください。今から4年前にですね、3月11日福島原発事故があったんですね。それからもう4年半経ったんです。 今また仙台、鹿児島の仙台原発再稼働しようとして始まったんですね。この時の福島の原発事故の教訓というか、何をそれを生かされてるんですかね。全然生かされてないんです。またそれでこれから始まろうとしてるわけですね。だから TPP 交渉についてはですね、これはいろいろアメリカの議会とかニュージーランドの話があってですね、これはもう TPP 交渉は漂流です。漂流、日本に安いお米とかですね、乳製品とか、あるいは豚肉とか牛肉とかですね、そういうものは入ってきません、このままいけば。で、日本のですね、農業についてはですね、70歳以上の人たちが80万人いるんです、皆さん。
80万人ですよ。日本の農業で主にやってる人の 46%、 約 50% ですね。 50% が70歳以上の人たちによって支えられてるんです。この人たち頑張ってるわけですけど、あと5年とかですね、10年したらその70歳以上の人はみんなリタイアしてやめてきます。じゃあ日本の国のこう環境を守って、山を守ったり、あるいは畑を守ったり、田んぼを守って食料を生産している人たちがいなくなったら、この国はどうなってしまうんでしょうかね。そういうことをついてですね、この4日間いろいろお酒を飲みながらいろいろ話をしていただきたいと思います。ご苦労様です。ありがとうございました。続きまして、こちら地元の春の山の学校の理事長、山下さん、お願いいたします。ただいま紹介をいただきました山下です。何しろ百姓で、喋ることが下手ですので、前もってご理解をいただきたいと思います。地元の者として一言ご挨拶を申し上げます。本日は、悪天候の中、遠くから近くから知ってる顔から大勢お集まりをいただきまして、本当に感激をしております。大歓迎をしたいと思います。ありがとうございます。さて、私、生まれてこの方、ここでずっと、生活をしてまいりました。農業と林業、この2つで、今までやってきました。その中で、私が、今まで、経験をした中で、4つほど、いつも自分の中に基本としていることがあります。まず農業で言いますれば、作物によって、これはですね、本当に当たり前で簡単なことなんです。ごくごく当たり前のことですから、あえて私がここで言うほどのこともありませんが、まあ、私の生き様というか、そういうことの中でお話をさせていただきます。まず作物を作るには、作物によって、土壌を作らなければありません。作らなければなりません。柳の下の土壌じゃなくて土の方の土壌、堆肥をやる、肥料をやる、そういう準備というものが大変必要であろうかと思います。次に種をまく、苗を植える、そして育み、育てる、時期が来たら収穫をして食べる、味わう、味わって食べる、そしてなお、私はいつも思うのは広めるということです。最初に申し上げた、土壌を作る、これが農業から言えば、全体の農業から言えば半分以上の位置を占めると思うんですね。そして一番難しいのは広める、マーケティングです。いかにそれを販売してお金にするかということをいつも胸に置いて、生活をしてまいりました。工業や商業、そして、私たちと同じように、農業でない自営の方々、相通ずるところが多分あるんだろうと思います。また、この思いは、私自身の人生でもあるかなというふうにも、感じています。本日講師としてお出かけをいただきました、皆様方をはじめ、ここに至るまでの、
先ほどもありましたが、約1年半の期間の中でコツコツと準備をされてきた方に対して、また、今日を含めて4日間を支えていただけるスタッフの皆様に改めて感謝を申し上げ、今回ご参加をいただきました皆様一人一人が実り大きい日々でありますように、記念を申し上げて、簡単ではありますが挨拶をいたします。本当に今日はありがとうございます。山下理事長、ありがとうございました。先ほども申し上げましたけれども、なぜこんな3泊4日などという大それた会を催すことになったか、そのきっかけをちょっとお話しさせていただきたいと思います。同じく全国有機農業推進協議会の理事をしております金子の方から簡単にご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。実はこれ突然の振りでございました。本人には何も言ってなかったんです。皆さん、改めてこんにちは。3泊4日で大変社労者の皆さんにはお世話になります。ご紹介いただきました全国有機農業推進協議会の理事長を仰せ使っております。2006年に、有機農業という言葉ができてから35年目に、超党派の国会議員で有機農業推進法というのが奇跡のように可決成立しました。これは国及び自治体は、生産者あるいは消費者等と相談しながら有機農業を広める責務を持った法案で、私たち、有機農業はじめ35年後に異端児の攻めを解かしていただきました。これからはもう本当に、自信を持って胸を張って有機農業を全国つづらに広めたいと思っています。今いきなり振られた、声出せるかは分かりませんけど、実は3年前に、エコファームっていうアメリカで30数年続いてる、やはり3泊4日全部食材が飲み物も食べ物も有機の食材で、アメリカ全土あるいは海外からも有機農業をさまざまな角度で語る会がもっとねという場所で開かれました。海岸に近い、ここは山ですけど、やはり1000人規模で泊まれまして、さまざまな分科会がありますけど、私はそこに CSA の部会、日本で言えば提携部会に喋、ってくれということで、行かせていただきました。その4日間ほどがね、本当に素晴らしい、集会でして、日本でもいつかどこかでできないかなと思っていましたら、こちらの天野さんで私のところに1年研修に来たご夫妻がですね、この春野町の村に帰って、大地に根を張って有機農業で生きるという話をしました。しかもここにはかつて、静岡県の林間施設ですよね、ここはね、そこが富士山の近くにもう一つ作ったら、ここがなかなか使われなくなった、で地元の NPO に払い下げたっていう、話を、お聞きしまして、一度私は、見せていただきました。あ、ここでアメリカで今35年以上続いている、全て有機農業の食材で、全国ゆくゆくは世界中から有機的人間関係を紡ぐ場所にしたいなと思って、この第1回が開かれたわけですけど、そこのモントレーにはですね、シェパニーというアメリカのファーマーズマーケットとか有機農業を広めたんです。彼女の名前はアリス・ウォーター。 NHK なんかにも何度も出てますし、たくさん本を書いてますけど、アリス・ウォーターの美味しい革命っていう本ですね、そういうのが出てますけど、その方もいて、大変有名なクリントン夫妻が食べに行ったりとか、私たちもたまたま、前年にそこのシェフが私の見学来たんで予約できて、食べれたり飲んだりすることができましたんですけど、春野町でアメリカのエコファームっ
ていうようなことができればいいなということで、たまたま加藤哲子さんにご相談しましたら、ラブファーマーズオンヘランスという名前でどうか、はい、それいただきますということで、今回このラブファーマーズということで始まったわけでございます。急に振られまして、皆さんに伝わったかどうか分かりませんですけど、私は3日間しか寝ていられません、明日、明後日、3日間ですね、いられませんですけど、一緒に、有機的人間関係を紡いで、下山さんのあれではないです、飢えと戦争と気候変動が同時に起こりそうなこの国をなんとか皆さんで直して、少しでも良くしていきたいと思います。ありがとうございました。今言いました、このラブファーマーズという名前のネーミングも今言ってしまいましたけど、加藤徳子さんがこの名前いいんじゃないっていう、本当にね、いろんな意味が含まれていてぴったしだなと思いまして、もういただき徳子さんこの名前をつけたら、第1回の時はぜひ春の町に来てねって言ったらいいわよって言って二つ返事で、で今日実現したわけなんです。でもまあすぐ加藤徳子さんの前に、今日見てください、皆さんのお手元にあると思います。これね、今日講師の方々、徳子さんも含めて全部、何しろ第1回ですから、どっからもお金が出ませんので、全部自分で講座を無料でしてくださるという講師の方々なんです。で、顔触れがね、徳子さんの下に星寛治さん、その下に鶴巻義雄さんで、金子義則があって、下山さんがいて、からそのコーディネーターをする方もずっとこうあるんですが、ずら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 っと、もうね、すごい顔触れなんですよ、これ多分ね、後々語り継がれるようなレジェンドと言ってもいいような方が今回ここで顔合わせしたっていうのは本当に奇跡みたいなことになっております。それぞれがいろんなところで講師に呼ばれることはあっても、この顔ぶれがこうやって集まるっていうのはまずね、今回神じゃないでしょうかね、というぐらいもう素晴らしい講師の方をまずはご紹介したいと思います。それでは、上から2番目の星寛治さん、どうぞこちらの方に一言お願いいたします。どん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 、すいません、顔だけでも見せていただきたいと思います。農民詩人として、作家としてでも有名な方でございます。私たちが大尊敬する星寛治さんでございます。山形県高畑町からお呼びいただきました。皆さんこんにちは。今も大変お世話になっております方々もたくさんお見えでございますので、なんとなく恥ずかしいでありますが、ご覧のようにもう超高齢者の仲間であります、ね、でも子供とか孫の時代を考えるとじっとしておれないというか、そういう大変な焦りと危機感を感じているこの頃なんであります。このままの流れでいったら、おそらく日本の農業、農村、そして地域社会も崩壊してしまうんじゃないかという、そんな思い年々強まっているんですが、しかしそこを何とかしてやっぱり切り開いて突破していくような筋道を私たちの力で作り上げていって、多くの方々価値を共有する皆さんと一緒になって、どんな大津波が来ても乗り越えていけるような生き方とか社会の在り方というものを築いていかなきゃいけないのではないかなというふうに強く思いまして、僕まで残ること参上いたしました。実は地上によりまして明日の午前中までしかここにおることができませんが、その間
できるだけ多くの皆さんのお考えをお伺いしながらこれから生かしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。鶴巻さん、どうぞこちらに。新潟県津南町というところで、もうね、有機農業の歴史生き字引みたいな方です。新潟の鶴巻と申します。まあもう元祖みたいな感じで、今回が最後になると思うんですけど、負けてないです。新潟の一番濃くなんです。信濃川が千曲川という、そちらに川の境ですね。ですから新潟市から私車で2時間、こちらが浜松から車で2時間、その秋山郷という山が非常に大変な山なんですけど、こちらも似たようなことだなと思います。雪が4メーターぐらいですね。で、百姓なんですけど、半年に農業できないんですから、農産物の加工をやりました。ですから餅を作ったりジュースを作ったり、まあ、ジュースも今回使っているので、まあ食品工業じゃなくて農産物加工、農家の仕事ですから工業ではなくて農産物加工ということにする。まあですから行政とか銀行なんかにも商売
フェネロープさん、フランス人形のフランスカーヤフェネロープさん、続いて、ゴーダさんがまだいらしてますね、つぶつぶのまだね、はい、はい、大島勤さん、まだ明日、はい、新潟からいらっしゃる、そのコーディネーターの岩崎信子さんです。余計なことですが、旦那様は尾崎豊と同級生の悪ガキだったそうです。知ってますか、尾崎豊。それからつるつるの最後、関根海さんは知ったかな、まだですよね、海さんね、はい、吉田太郎さんも明日お見えになります。から増田力也さんはプラズショーの方はいらしてますか、まだまだ。からマイケル・シーフェルさんもまだですよね、え、明日ですね、はい、三好さんもまだ見えてない、高橋智さんも明日ですね、から庄司さん、庄司さんはいらっしゃるのかな、天野さん、庄司さんは、庄司さん、あ、はい、それから松沢さんも明日ですね、竹内さん、はい、よろしくお願いします。井戸さん、井戸さんはいらっしゃる、いらっしゃる、高木さん、あ、ごめん、おかしゃった、長谷川さん、いらっしゃる、高木さん、はい、この方は見物です、明日ですよね、はい、G クライミングデモンストレーションがいますので、高いところをスルスルスル、それから丸本さんもまだかな、まだですね、一緒に本田さんもいらっしゃるけどまだいらしてません。山下隊長さんは先ほどの理事長です。ということで、一応来ていらっしゃる方はこのお顔だけでも皆さんに見ていただいたというところで、さあ皆さんお待ちかね、もうね、素晴らしいトークでも皆さんトークだけと思ってる人誰もいないでしょ。みんな頷いてますよ。さあ拍手でお迎えしましょう。スペシャルゲスト加藤登紀子さん、歌手デビュー50周年のお越し、この春の惑星春バンドお越しくださいました、ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。こんにちは、いい音になりましたね。大変だったでしょ。あ、ちょっとマイクが変わりますね。前ならないのね。なんかすごいおしゃれなスピーカーですね。どなたか持ってきてくださったんですね。誰誰、私です。あなた、どうしたお家から持ってきたの、ね、全部皆さんで作って、今日はですね、ここへ来るためにせっかくで何を着てこようかなって思って、私今日着てきたの。わかる、何だかわかります、今着てる服、この白い服、あ、鹿川、鹿川です。で、今日ね、くるみちみち、山下さんといろいろお話ししてましたら、山下さんはもちろん漁師でいらして、鹿ならいくらでも取れるよっていう話で、で肉は今回のこ の ラファーマーズのイベントでは鹿肉のカレーは出るそうです。でこの間今年のアースデーっていうのがね、東京の渋谷でいつも、ちょっと少しボリューム減らそうか、は羽織る、その時にね、毎年C.W. ニコルさんがね、鹿の料理を自分で料理して出してるんですよ。やっぱりこれ鹿のシチューなんですけど、その時にね、彼がね、鹿のスーツ、なんていうの、鹿側のジャケット着てたの。それがすごい素敵だったので、あ、いい
で、そしたらね、ジビエでお肉は少し食べましょうっていうことにはなってきてるんだけど、どんどんみんな捨ててるっていうんですよね、皮なんか。それで、いろいろうちなんかもイノシキが大変、ちょっと今日ここに呼ばれた理由はいろいろ説明しなくちゃいけないんですけど、私の夫が30年ぐらい前に千葉県の房総に農場を作りましたり、その前には、大腸守る会という雪農家を、直接都市の人と結んでいける仕事をしていたり、その前には皆さんの税金をたくさん使わせていただいて、とっても安全なところに長く入れていただいていろいろあります。でいろんなところからですね、今日の人のつながりがあったと思います。でそのご縁で、アースデーなんかでもいろいろ参加しているんですけども、そのイノシシが大変なんですよ。私の娘も夫が他界した後に農業を目指してきた人と結婚して、今3人の子供を育てながら初代を持ちながら歌手もやっている八重というのが次女なんですけれども、でその私たちの脅威となっているその鹿とかイノシシの問題を、このニコルさんと話し合いまして、いろいろ聞きました。私たちの周りはもう本当に漁師が減っちゃって、どうやっても大変なんですね。でそしたら私の尊敬する漁師が一人、猟友会の会長さんがいるんですけど、彼がもう老齢化して、私だったら何でも言えないんで結構老齢化してるんですけど、なんかなんだっけ、あれ 免許を書き直さなきゃいけないんですか、何年かに、ね、お金がかかるんだって。それでその老齢化しちゃった漁師の人がどんどんそれ辞めていってるっていうんですよね。でそんな時代の、もう今の時代のこうアクティブな何が問題として起こってるのかっていうことに対してもう一切手が打てていないっていうのがこの日本っていう国だわね。でそれでしかもニコルさんが言うには、駆除しようということで鹿とかそういうものは駆除するんだけど、イノシシもそうですけど尻尾持って行っていくら駆除しましたよっていうのでお金払ってくれるみたいな、そういうことで役所は扱っている。全部それゴミになる。でも私たちはすごくもっとずっと昔からもともとを正せばやっぱり一つ命の循環の中にいてそこで生きているわけだから、駆除して捨てているっていうのはものすごく不合理なことだよねって、循環を壊していく。もともとが人間だけ命の循環から外れている上にこの田舎という循環が可能な唯一の土の上に暮らしている、そこでさえもそういうことが行われているのはとっても困るよねということで、鹿革を着よう、それをアピールしようということで、ちょっと声大きすぎたかしら、話し合いをしましたら、いろんなデザイナーの人がこの革の一部分をパーツにして、バッグを作ったりからペンシルケースを作ったりしていらっしゃる。でももっと自由にやれたらいいよねっていうので、私は今年の夏のコンサートではなんとかその鹿のプロジェクトをやっているのは誰かというと、その時にたまたまニコルさんと一緒に伊勢谷友介という吉田松陰を演じた役者です。で彼が大変世直しに今力を入れていて、リバースプロジェクトというのを若者の中で作ってるんですね。そのリバースプロジェクトっていうメンバーに、お願いしまして、この鹿の皮を発注してもらって、夏にも4等分ぐらいのものを使ってドレスを作りました。ウェディングドレスと呼んでるんですけど、私なりの山賊の娘としての結婚衣装にしようかというようなそんなやったんですけど、今日はその中でちょっとまた別に今着ているこのね、このこれ1等分で、今山下さんに見せたら、あ、メスの皮だね、柔らかい、ドレープがすごく入るでしょ。でこれただ1頭のこう後ろくつけてるだけです。もう作るのは本当短時間です。誰でも一切ハサミを入れてる、切る時のナイフが入ってますけど、だから着るものは作るのは一番いいよね。で大事に作るんです。で今日はちょっと寒かったのでそこに来ました。和綿のマフラーを売ってたので買わせていただきました。
和麺を作ってるのは僕、もう俺僕一人になっちゃったよって言った。どこ行ったのじいちゃん、はいはい、しらすまさこさんが買いに来てくれた白い和麺のマフラーで、これいくら7500円ですって。でも本当はね、まあ、そういう話も少ししたいんですけど、父に命の花咲かそうという本を前に書いたことがあります。でその中にお金っていうなんかおかしいよねっていう話をしていて、例えば私たちみんなすごく貧しい、まあ、今低所得者が学校に子どもたち行かせても学校子どもたちが低所得者になってたりするっていう話があるんですけど、大体そういう、あるいはフリーターになって、いる男の若い男の子たちとか、ふっと考えるとコンビニでお弁当買ったりパンを買ったりしてるでしょ。でこれは前に結城さんっていう人が話をしてたことなんですけど、私たちが作ってるお米の値段について、今今年はひどいことになりました。あ、去年ですね、去年はひどいことになって、一票あたりが、その結城さんと話をしてた時は1万円を切るっていうのはもう農業をやめろということだと、1万円を切ったら農業をやれないじゃないということで、彼は1万8000円という値段で地域でお米を全部地域が買い支えようという活動をしたという話をしてました。で今1万円どころじゃないなってしまったんですね。でそのね、それで片やその自給型の農業をして入る若い人たちがもしいるとしたら、一旦のお米があればだいたい家族4人ぐらいがほぼ食べられるんじゃないかと。でそういう部分もあるし、例えば世の中に出ているお米、まあお弁当で買えばそれなりの値段ですけど、もし自分で栽培すればっていう話と、もう一つは1万円でもし1俵のお米を買われているとすると、私たちが食べているご飯の原価はいくらぐらいか、いくらぐらいですか。もし1俵が1万円だったら、お茶碗 60g ぐらいです。1俵60キロでしょ。で茶碗1杯10円です。10円、買い取ってもらっているお米の値段、 お茶碗1杯10円です。なんて安いんでしょうって、安すぎますよねっていう話が一つある代わりに、私たちは自分でお米を作ってもし食べてれば1年分のお米の価値があるんですね、おそらく一旦で、まあたくさん食べる人は違うかもしれない。そのお金って何だろうねっていうのと、そうやって、いや例えば都会で所得が少ないって言ってても、都会の生活って本当に無駄なお金かかってますよね。でまず自給、自炊をしてない、外食してるでしょ。そういうことをいろいろ考えていくと、本当に矛盾してることがいっぱいあったり、私たちが当たり前に思ってることがとても恐ろしいような気が。で今日はこの和麺のとてもとても貴重なので、私は本当に7500円、もちろん彼は高いよって言ってもらって私は買わせていただきました。でもT シャツ1枚どのくらいの綿がいいと思います？ちょっと私これね、綿を実は鴨川で綿を作ったことがあるんです。みんなでその時和麺をね、ワークショップ、まあ、ずっと生産としては続いてないんですけど、みんなで綿を育てて段ボール2杯ぐらいの綿を作ったの取り入れたんですよ。でも1枚の T シャツを作るには おじいちゃんの方が詳しいかもしれない、70個ぐらい綿の花が必要なんですよ。綿70個、そうすると綿の木1本にだいたい15個から20個しかつかないんです。そうすると1本の3本からやっと収穫したものを使って、しかもそのまあ普通機械だったらどうか分かりませんけど、その私もちょっと根を上げたんですけどね、綿の
実からこうやってまた採集して、そこからこうやって糸に紡いでっていうのをガンジーが一生懸命やったということですけども、その手間を考えると、その70個の綿の花から1枚の T シャツができて、その1枚の T シャツが、いくらで今売られてるでしょうか。もちろんそれは日本で作った綿ではないし、海外で作った綿ですし、その綿の労働者は本当に、まあ、昔はアメリカでは黒人奴隷がやっていたわけですけどね。私はいろんな、まあ、環境を見るために行った一番印象に残ったのはウズベキスタンっていうところは綿の産地なんです、ものすごい。でタシケントとかそういうのが名前としてはサマルカンドとかっていうのはちょっとお聞きになったことあると思います。砂漠の中のオアシスなんですね。でそこが、まあ、ソ連時代からもうおそらく車で5時間ぐらい走る、両側全部綿花畑です。でそれはもうアラルカイという湖からこう水を引いてきて、その水から灌漑用水にして全部まあ、そこで小麦も作ってるかもしれませんけれども、小麦とか綿を作ってるんですね。でものすごい膨大な水を使うんですよ、綿っていう栽培は。そういうことがね、結局末端に行った時には安ければいいんだって、やっぱり売れるんだよ、こんなに安く T シャツが買えていいのかって。普通は安いっていうことで文句言わないんですよ、消費者だけど、本当は昔そうインドに行った時もこんなことがありました。水がすっごい、アラルカイ、話をちょっと終わりまで言います。アラルカイっていうのはそれでどうなったかというと、湖が干上がってしまっています。もう私が行った時は10年ぐらい前なんですけど、3分の2ぐらいになっちゃったと言っていて心配して、あと何十年かでこの湖はなくなります。それは琵琶湖なんかずっと大きい湖なんですよ。でもう今最近ほとんど干上がったと聞きました。で干上がるとどうなるかというと、そこが砂漠になるんです。その底には農薬が大量に溜まった砂漠になるんです。それが全部吹き飛ぶわけですね、まあ、いろんな意味でもうちょっと行くと大変なことになりますよってことが分かっていても止められないっていうのが今の世界の状況になってますよね。それで坂本龍一さんなんかがある時オーガニックのコットンで、そしてこのぐらい本当ならお金がかかるものなんだっていう、その T シャツを売り出したことがありました。確か1万円2万円ぐらいまでするような T シャツを売り出したことがありました。でもそれは商品としてはダメかもしれないけど、やっぱりね、本当に今日もそこで自主価格でそんなに安くっていいですかなんて言って、ジャムも200円で瓶に書いてあった。それでいや私のところもブルーベリーを育ててるんですけど、ああいうものってね、一個ずつ摘み取って、こんないっぱい摘み取ってジャム一瓶ぐらいじゃないですか、まあ、そういう、まあ、摘み取る農家のこう手間とか丹精込めて種植えて苗にして、それを畑に植えて一生懸命育てて草取りして、また採集それを一個一個こうやってちゃんと実を取って、それでまたそういうことから考えたら、本当に食べるものとか身にまとうものとか、本当に一つのそれにたどり着くために昔の人もさぞ大変だったでしょうし、だからこそものすごく大事にしただろうなって思うんですね。これも歯科医と分なんて本当に、だけど取りに猟友会の人たちが取ってきて、まあ、舐めしてっていうことを考えると、これはだからどのぐらいで売れば価値があるのか、あるいはこれからも今田舎で本当に若い人たちが心の中で一生懸命農業は大事だ、暮らしのゼロを考えるために農業入りたいっていう人がいますけれども、農業を自給型の農業に入った時に金銭収入はなくなっちゃう。昔から農家の人たちはどっかでこの竹細工をやったりいろんなことやって金銭収入もありながら、あとは自給していたっていう、そういう農家の一つの何らかのこの必要な物資、自分たちの体に身のまとうものとかを誰かがなんとなく回しながらこう暮らしを作ってきたわけですよね、江戸時代までは。
だからそういうことを求める意味でも、なんか鹿がちょっと取ってきて、それちゃんと舐めして、なんか聞くところによりますと、私たちのところは今悩んでるけれども、さばくところが千葉県のどこかまで持っていかなきゃいけない、自分のところでさばいちゃいけないっていうのがあって、それでみんな困ってますね。で、さばくためにどっかまで車に乗せてお運びしなくちゃいけないということだけでもみんな気持ちが慣れちゃって、もうゴミにして捨ててるっていうことも多いですね。でもこちらでは皆さん自分でちゃんとさばいて肉にしては食べて、でも皮もなめす力があるから、でもそれは誰も販売できない、だから金銭収入にはできないんです。もうそこがまずネックですね。まあ、そんなことも地域からの声っていうのを今中央が聞ける状態じゃないんですね。多分だから一生懸命私たちはここは未来に向かう先端です。本当土の上に生きて命というものと向き合っている場所こそが、全地球の上でもそうだと思いますけれども、一番地球が今どういうことにぶち当たっているのか、人が何に向かって解決していかなくちゃいけないのかの一番見える場所だと思ってるんですね。実際そうです。で、今もイノシシが大変なのよって、ここの畑全部一枚壊れちゃったんだからっていうのをちゃんと永田町の人を引っ張ってきて感じさせなきゃいけないんですよね。静岡県の県庁の人に分かってもらわなきゃいけないんですよね。こんだけ大変な思いをしてお米を作ったのよっていうようなこともですね。で、私はそんなこと今偉そうに言ってますけど、夫が30年前に田舎に入って暮らそうとした時、ちょうど私3人目の子供が生まれた直後だったんですよね。で、田舎に行ってこれから農業をやりながら暮らすというのは素晴らしいことだ、大賛成で、しかもその田舎に移住するため その家を探して歩いてたんですけど、実はその途中で3人の子供を抱えて私が抱っこして、で、田舎の家に見に行った時に、私今日もロングスカートを履いていて、その中に蜂が入ってきた。このスカートの中で蜂がブンブンしたのよ。大変だったの。太ももバチッて、もう見る間にも腫れてるわけ。誰も見せられないじゃん、ねえって言えないでしょ。一人こっそり大変なことになってると思って、その近所の人にすいません、なんか蜂に刺されちゃったんですけど薬ないでしょうかって言ったら、そうね、ないないって言われて、薬屋ですか、薬屋は車で30分ぐらい行ったところにありますって言われたんですよ。で、その時に実は私はやっぱりちょっと現実にビビりました。私運転できなかったんです。運転できない、子供は下生まれたばっかりで、上の2人の子供は保育園に入れてました。それで仕事に行く時はベビーシッターに来てもらって15分で職場に行って、終わると帰ってきてご飯を食べさせてました。その生活を考えた時に、私の夫は偉そうな人だったんですよ。あ、まず、ここで夫の悪口を言っちゃ、まあ、身も蓋もないんですけど、お前はもう一切収入がなくてもよい、俺がこれからやる生活に黙ってついてこいって言っていたわけですよ。で、その気持ちに私が惚れ惚れしちゃって、かっこいいと思ってついていこうとしたけれども、そこでぐっとね、ぐっと冷静になりました。で、次の日、とってもいいアイデアだけど、しばらく多分両方でやった方がいいと思う、あなたはぜひ農業をやってほしい。でも私は東京に残って、一応まだ子育てが大変そうだし、仕事もあなた行ってもしかして収入が一回なくなるんじゃないのって言い口に出しては言えませんでしたけど、そういうのもあって逃げ生活するようにしたんです。東京に私が残り、彼が田舎に引っ越しました。それこそ30数年前になります。で、その頃その男はですね、古い、俺は古い男だぜっていう、なんかありましたよ、鶴田浩二さん、古いやつだとお思いでしょうかっていう、そういう男気がありましてですね、いや、家族っていうものは運命共同体でなくちゃならない、で、俺についてこないならすぐ離婚だ、でも私はしょうがないから、分かった、じゃあ離婚しよう、分かりました、あなたの人生を貫いてください。で、ところが何
気が向かなかった。離婚がずる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 引き伸ばしました。で、向こうもなんとなく途中からまあいいかって気持ちやっとなってくれて、半年後に離婚をしない。まあ彼は言い出せないんですよ、自分が言ったから。男に離婚はないぜっていう、そういう人ですからね、言ってくれないわけです。でもどん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 鴨川に行って農業をし始める、無作を始めまして、家を借りたり、そうしてるうちに彼はものすごく心が大きくなりました。もう本当にのびのびした男になってきたんです。で、いいかっていうことになり、東京に家がもう便利だねみたいなことになって、で、半年後にある若い人の結婚式があるんで、俺たち仲人をやろうと思うんだけどどうだって言うんで、あ、離婚はどうするかしらって言ったら、知らんふりしていいかって言うから、いや大丈夫よ。それがきっかけで私たちは離婚をやめました。離婚は皆さんも危機があると思いますけど、ぜひサボってください。離婚っていうのはすぐね、こう頭で考えると夫婦って難しいとかいっぱいあるから。だけどでも私はその後、まあ、さっきちょっと話が余分に言っちゃったけど、彼がそれでも二元生活にはなったけど、今から13年前に他界しました。その他界する頃は私は子育ても終わってましたので、だいぶ鴨川に行く時間が、それでも彼がそこを仕切ってましたから、私は宴会部長で、お前さん、おときさん、正月と お盆と正月にはいつもなんか顔出して飲んでるねみたいな、そんな客人的なものだったんですけれども、彼が他界した時に私はここを引き受ける決心しました。13年になります。で、その時に、今日いろいろ私はその後彼がやろうとしていたことを引き受けなきゃいけないと思って必死に、なったんですけれども、よく、里山機能塾って言って、これから農業に帰っていこうとする人 の小さい塾なんかをやったり、イベントをやったり、でその時にいろいろ農業を目指して入ってきたい、女の方や男の方いらっしゃるんですけど、奥の方が私がね農業をやりたいって言うと、うちの旦那が嫌だって言うのよ、東京に残りたいって言うのよ、片や男の人が僕は絶対に農業に入りたいと思って、女房がやっぱりねシティガールなんですよって言う人がだいぶいました。で、その時にふっと思ったのは、まあバランス取るんですよね夫婦って。そうなんですよ。だからもし父ちゃんの言うことまっすぐいいねってなかなか言えない、でお母ちゃんの言うこともなかなかいいねって言えない、そういうものが夫婦ってものなんですね。必ず大丈夫かしらって思う、だから反対してみるっていう、そういうぶつかり合い、多分この農業をなさってる方も今日たくさんいらっしゃると思いますけど、これまでの何十年の間にいろいろ試行錯誤してこられた中ではあったと思います。そういう意味では私と、まあ、彼とのいろいろな試行錯誤も似ているところがあったと思いますし、ただですね、彼がいなくなった後に大きく思ったことは、この人が土の上に畑田んぼを作って、そしてここが僕の居場所だっていうふうに言って、まあ、私が奥さんとしてついていかなかったのに、彼は30年以上そこで農業を続けてくれた。そこに自分の居場所っていうのを残してくれた。これは本当にありがたかったと思いました。私はもしそれがなかったら、どうやって彼の思いを継いでいいか分かりませんし、でそこに行くことによって、私は自分の中にぽっかり開いた穴を埋めることができたと。そしてそこでは、それこそ、そこが彼が未来を探そうとした場所ですし、そこにいろんな若い人たちが入ってくるようになりました。そのみんなもうね、東京の暮らしに限界を感じてるっていう若者がすごく増えて、入ってくる人たちがいて、何人かが住み着くことになって一生懸命畑を開墾してやり始めたんです。で、そこでいつも私はまた結局私の娘がそこに夫と一緒に住み着いてくれたので、まさにそこが藤本家の実家になりました。
いつも何かあったらそこにみんなで集まれるっていう場所ができたんですね。まあ、今あの東京、私は子供の頃はうちは引き上げ者だったんで、なんとなく居場所のない家族だったんですよね。で、京都の田舎でしたけど、あの東京、あるいは東京に来た時もですね、夏休みって言うとみんな田舎に帰るって言ってるんですよね。田舎に帰るって。でもうちの家族には田舎がないんだなっていうことを子供の頃にずっと感じてたんですね。でもやっぱり今この間永六輔さんが言ってましたけど、日本人こんな風に都会にばっかり人が移り住むようになったけど、でも今はまだね、あの盆と正月のあのラッシュを見ればわかる、みんなやっぱり田舎に帰りたいんだよね。せっせと田舎に帰って、盆と正月には帰る。このラッシュを見てる限りは日本人はそこでつながってるなと思うんだよ。で、その田舎に帰る、実家がある、そこに行くとなんとなく先祖とつながれるっていう、私の場合は先祖とつながるっていうのはどうなんだろうって思います。私の父がやはり満州に行って私を産んだので、まあ、京都出身だったんで、京都の人に、いやうちの娘は京都出身ですからって言ったら、その人に言い目もなく、いやあの人は満州で生まれはったやろ、それは京都出身というわけにいきまへんよねって言われた時に、父は珍しく涙を流して怒りました。いやお前はそんなこと言うたら満州に行ったものは故郷がないようになってしまうやないか。で、故郷ないようなものというのは最も悲しいものだ、うちの父が言いました。お前には故郷のないようなものとして生きてほしくない。だからあの人はあんなふうに言ってるけど、お前は堂々とここに京都、それから琵琶湖のほとりにおじいちゃん、そこからあお前は来たんだ、故郷がないということは絶対思わんでくれと、あの珍しくうちの父はもうそれこそ本当思ってる放浪大好きの人でしたけど、言ったことがありました。で、そういう意味で私は心のどっかにあの歌う人間としてあちこち旅をする、どこに行っても私は自分の居場所をそこの場所だと、どこにいても私は自分で大丈夫なように生きていきたいと思ってましたし、歌っていうのはそういう故郷の代わりになるものだと。故郷を失った人が故郷をどうしても恋しくて歌った、それが一番音楽の原点だと思っているので、そうやって生きていこうと思っていたんですね。でも今もそれはもちろん変わらない。でもこの彼が田舎を残してくれたということが、この13年前の本当に私にたくさん の素晴らしい出会いと素晴らしい時間をくれました。今日ここ来るときに山下さんがすっごい田舎だからきっと驚くよって言ったけど、私に言ってるんですか、私が今いるところは本当に田舎です。まあ、東京にここよりは近いけれども田舎です。でもその田舎に行くときにね、最初にこう車で行ってるともう道がない、ナビが空を飛ぶですよね、真っ暗な格好で、これだわね、こっからなんか未来だわね。で、いろんなことがさっき言ったように、本当に大変なのに手が打ててない、本当に大変なのにっていう命の現場がこの国の真ん中にいる人に見えていないけれども、未来にいる人間はちゃんと未来を見ていますよね。毎日の、それからこれからどうするのっていうことについて切実な問題がはっきりしている。だ、未来を見るためにみんなでもっともっとこの、あの未来で、未来のためにも一つは生きることが素晴らしいと感じることがまず第一です。田舎に行って、いいね、川きれいだね、山はいいねって、生きているね、体が喜んでるねっていう、これを本当に経験しないといけないと、じゃないと未来を探そうという気持ちが湧いてこないんです。今東京に、東京と鴨川って行ったり来たりしてますけども、なんかわからないけど田舎に
移り住む決心をした若者たちは本当に元気、そして元気だし、そこから発信されることに対してとても今興味を持っている若者が増えました。メディアもです。今年に入って私の、いろいろ本を書いてきた、その脳天気往復論というのは藤本敏夫が他界した時に、彼の書いたものを中心に書いた本ですけど、その後にこの土に命の花咲かそうなっていう本を少し私なりにこう何かこう生きている命を支える現場の疑問点みたいなものを詩の形で書いている本なんですけど、その後に2011年に地震が来た時に、その時鴨川にいよいよいろんな人たちとネットワークができて、これから若者たちがここに入って暮らそうということが始まった頃だったんですね。大変私の周りに若い人たちが増えていって、でその時に3.11が来ました。もう本当に大変なことだ。どうにか大きな爆発まで至らず鴨川は助かりましたけれども、移り住んできた半分ぐらいの若者は九州沖縄にいなくなってしまいました。でその時、ただしその時に私の娘、長女と次女は今鴨川に住んでるんですけれども、子供たちが2人生まれたところで踏みとどまりました。私はいよいよとなったら逃げないといけないよって言っていたんですけど、私たちここに暮らしてるから、ここに畑もあるから、そう簡単に出ていけないのよ。でもうちの八重は福島原発が爆発したとニュースを見た時に、畑の野菜をもう無我夢中で取り入れて家の中に入れたって言ってました。それでもギリギリのところで踏みとどまって、農業を続けられる程度の状態で、助かりました。でその時に地域の人たちととても深いつながりができたんですね。出ていく人たちに対する思いだけど、出ていく人たちには私は全然、出ていった側でもいろいろ私のチームワークがありますけれども、みんないろんな九州に行って、その先でも宮崎、鹿児島、福岡、いろんなところの田舎に入って、同じように若者らしく自分の居場所を作っています。それはもう本当に素晴らしいこと。いろんなことを今日はですね、ラフファーマーズという言葉、このきっかけになったのは、その3月11日のその後、私はいろんな方がこれから日本ってどういうふうに向かっていったらいいのかしらっていうことを一生懸命考えたし、行動した歳月だったと思うんですけど、ますます、鴨川にはたくさん若者がその後も入ってくるようになり、今私のその四三一一の後に、1968年に生まれて、本当世界放浪してヒッピーをやっていた男の子が、鴨川に子供ができた時に移り住んできた、その男の子と一緒に共著でスマイルレボリューションっていうのを書いたんですね。で彼は彼なりに田舎、空き家になってた田舎に奥さんと二人で入って、で家を直しながら、そのベニヤを一枚引いてそこで子供を出産したと言ってましたけど、まだ住めるような状態じゃなかったけど、屋根がとりあえずあれば子供が生まれるということで、屋根だけ大丈夫っていう田舎へ引っ越して始めた。今彼は地域のじいさんたちやみんなと田舎暮らしの中です。なくなってきている炭焼きとか、それからみかん山とか、もう山が真っ黒くなってしまっているところを間伐したり、林業やバイオエネルギーのことやいろんなことを地域の人たちと話し合いながらやり始めて、そしてそこに都会から来る人たちの、イベントですね、いろんな人が今都会からいろんなことを求めて田舎に来るんですけど、裸足で土の上を走りたいという人たちが彼のイベントに来て、走る道を作ろうということになって一緒に山を整備したそうです。東京から来たわらじランという運動の人
と、山の草刈りをして、道を作ろう。でその道ができたところを裸足で歩く、走るっていうのがどうだいって言ったら、その彼らがですね、裸足で走るどころか山をこう開いていくっていうか、もう一度再生するっていうことに燃え始めて、今みんなそういうグループが広がっている。自分の畑に酒米を作って酒造りをして飲むとか、ビール米、ビールの大麦を作ってビール作るとか、なんかそういうところまで全部やれるっていうことに、まあ、私たちはいろいろこう燃えてきて、でそのいろんなことをそこから発信して、その林芳樹という、彼は今無印良品の人たちとつながって、物は売ってないんです。無印良品といって物、彼はそこで物を売ってるわけじゃないです。でも無印良品の人たちは無印良品に来る顧客たちの名簿があるんですね。でそこでは新しいライフスタイルを提案していこうということで、無印良品の店舗の中に、その田舎の風景、里山の暮らしを展示するというコーナーを作っていて、でそこで東京の無印良品を買いに来た若い子供を持った奥さんたち、家族たちに農業をやってもらう、それのコーディネートをその林芳樹がやって、とっても大きな反響につながってきています。でいろんな意味で今日は山下さんがここに山の学校を作った、ここも昔高校生が来て合宿してたんだけど、続かなく、子供は少なくなっちゃって続かなかった。でもこんな素敵な施設があって、そしてこんなに素晴らしい山があり、まだ畑見に行ってないけど、いろんなここへ来る途中の美しい川、この風景、そのいろんなことを、このことが大きな価値である、それはたったこんなにして作った一反分のお米がたった1万円っていう価値も問題ある。だからこれはこの1万円のもので買って都会で売ってもらうじゃなくて、このお米でここでみんなでご飯一杯食べてもらう方が価値が高いかもしれない、ということも含めて、畑で取ってきて自分で取ってきて食べる野菜はすごい価値かもしれない。それはスーパーで100円で買う野菜とは全然違うでしょっていう、そういうある種の価値の転換がここで生まれる、それを体験する都市の人たちがたくさんできれば、ある種の本当に大きな価値の変化、ライフスタイルの中で生まれてくるだろう。で私はその生きることを愛を持って毎日を耕す気持ちになること、それが新しいそのライフスタイルの提案だと、それをラッファーマーと呼びたい。それは田舎に入って家族と一緒に、こんな都会でじゃなくて暮らしたいと思う人、一生懸命せっせと子供を作りながら自給的農業をやってる人のことももちろんラッファーマーだけど、東京にいて、ああ時々田舎に行ってみたいなとか、盆と正月に一生懸命こうやって運転して田舎に帰っている人も含めて、自分たちはちゃんと命とつながってるんだっていうのを思いたい、そういうふうに思ってる人のことをラッファーマーと呼びましょうよ。それは田舎と東京、都会をつなぐ一つのキーワードになると私は思ったんですね。でもともとこの脳的幸福論っていう本の中で、彼が晩年にちょうど武部さんが農水大臣だった時なんですけども、潔白書を出したことがありました。で今有機農業というか農業基本法が変わって有機農業を取り入れるという農業方針が出た時に、有機農業っていうのは何か、それは農薬を使わないとか、そういうこと、テクニック、農業のテクニックの一つとして有機農業っていうことも言える。でも本当はこれは命の循環を表してるんですね。私たち命っていうのは生態系の循環の中にあるんだということが、農業がそれを体現している。だから循環をこの政治の力でちゃんと
農業というものを支える循環の形を作ってくださいということで建白書を出したんです。でその時に彼はこういう言葉を書いています。エコファーマーとウェルネスファーマー、エコファーマー、ウェルネスファーマーって何かというと、それは良き良きウェルネスっていうのは何かって、まあ、幸せとか良い人生とかいろんなことを、豊かさとかいろんなことを指す言葉なんですけど、ウェルネスを求めるファーマー、それは都会にいて美味しいものを食べたいとか、いい、夫婦でいたいとか、ああ幸せな時間を持ちたい、そういう都会の人がうんちを出してくれてるでしょっていうことですよね。ゴミを出してくれるでしょ。その都会の人がいるからこそ、そこから出てくるものがあるでしょ。それを田舎に返す、田舎から出てくるもの、つまり野菜が出てくる、畑から出てくるもの、それを都会の人が、自分たちが向こうへ届けたもののお返しとしてもらうような循環にできるというようなイメージの政治をやってほしい。だから小さな町で、これは長い今日紹介が今度なんかあるかもしれない、山形で沖玉自給圏構想というのが今始まっていたり、その前に長井市で、レインボープランというレインボープランというのを実現させた菅野さんという人がいます。まあ何年も何年もかかってですけど、そのレインボープランのプランはまさに循環、都市の人が出したゴミをきちんと分別してもらって、堆肥に変えられるものを選ん でそしてそれを町としてそれを集めてきて、有機農の肥料を作って、それを農家さんが使えば有機農業をやる人が増えるだろう。有機農業で全部なければいけないということではないけど、少しずつでも有機農業に全体の農業を変えていくということができるんじゃないかという、これゆっくりした循環をしながら、支える都市の人がいるから農業の人が有機に変わっていくかもしれない、やめようと思っている農家の人がやめずに済むかもしれない、その循環を生み出していく、それがなかったら農業が続かないんじゃないですかっていう、それを提案していたんです。でそれを受け止めて、都市から循環してくるものを受け止めてやる人たちのことを彼はエコファーマーをと呼んでいた。私はそれをエコファーマーとウェルネスファーマーというふうに分けるのではなくて、それを一緒に作っていく、もっと一緒につながっていく、それをラッファーマーと呼びたいって思っています。でもちろん地域をそういうふうに変えていくということもあるけど、個人的につながっていくということもありますし、田舎あるいは農業を目指している人自身がその地域の中でその循環を作っていくっていうことも一つのことですよね。ところを得るんですよね。みんなでところを作っていく。で、所得っていう言葉があるじゃないですか。みんな所得はいくらですか？給料いくらですか？所得イコール給料っていうふうに思っている。でも所得っていう言葉はところを得る。自分の居場所がはっきりして、そしてそこに人々がつながって一緒に生きるという場ができた時には、必ず生きる道、あるいはそこから生きるために必要なもの、今で言えば少しそこからそこに魅力があってみんなが集まってくればお金も生まれるかもしれない、所得が生まれる可能性がある。私たちは大事なのは場を作っていくことだと、たくさん場を作ることだと思うんですね。場を作りながら自分たちのやっていることを孤立させない、孤立しては生きてはいけないんですね。人はみんなつながっている、つながっているっていうことがつまり土ですね。土から生まれて土に帰っていく命であるという、そのことの中で私たちはつながっているんだというふうに体で感じられることがどれほどか心の安定につながっていくのではないかと思います。このラッファーマーズっていう言葉を私の鴨川ですごい可愛がっていた家族が3家族ぐらい九州に行っちゃって、で去年
会いに行ったんですね。そしたら2人3人子供が増えてて、相変わらず元気いっぱい、ま、貧乏だけどちゃんとその田舎に入り込んで、そこで自分の畑やって田んぼやって、で彼はサーファーだったんですけど、今は、小さな民宿、誰もやることやらなくなっちゃった民宿を、始めて、そこで自分の奥さんがケーキを作る技術がとても上手だったんですけど、その田舎町にちっちゃなカフェを作って、そしたら田舎の人たちが、こんな田舎でこんな美味しいケーキ食べられる、今なんか今のマレみたいな話ですけど、こんな美味しいケーキここで食べられると思ったことなかったんだよって喜んでくれていて、彼は鴨川にいた時よりもはるかにたくましく未来作りをしていました、うん、まあそのことがすごく嬉しくて、ちゃんとつながってるねっていうことで作ったのがこのラブファーマーズ、愛を耕す者たちよという歌でした。で今日はラブファーマーズというラブファーマーズカンファレンスっていう金子さん、智子さんと一緒にそういう今まで例えば有機の集まり、あるいはオーガニックとかマクロビューティックとかいろいろ、まあいろんな集まりにネーミングがあったと思うんですけど、それは一つずつやっぱりちょっとだけバリアがあるんですよね。有機をやってる人じゃなきゃダメなんですかとか、なんかもうちょっと広い輪があっていろんな場作りができるといいわねっていうことで、このラブファーマーズという言葉をこれからもいろんな場所で使っていただけたら嬉しいなと思います。ではその元になりましたラブファーマーズ、愛を耕す者たちよっていう歌を歌って終わりにしたいと思いますが、何か質問がありましたらその前に何か質問ありますか。大丈夫ですか。何でもいいですけど、この洋服の作り方、そんな誰も質問してくれ、ちょっと後ろだけ見よう、見る。大丈夫、ここをくっつけただけ、こことここくっつけて、真ん中はここではないんですけど、このここがどっちが上かかんないけど、こっちが頭の部分だと思う。で面白いことにね、鹿の皮ってね、こうちょっと斜めにするとドレープが入るんです。布もまっすぐこうやってるとピシッとしててドレープ入んないでしょ、だからギャザースカートにしたりするんですけど、斜めにバイアスにするとわーってなるじゃないですか。この、ね、鹿の皮もねちょっとバイアスにするとタラッとしてる、それでこうやってね本当にドレープが入る。でドレスでも着てるとすごい。ぜひこれから結婚する方、鹿のウェディングドレスをそういうの宗教上どうなのかちょっと分かんない、まあそんなことでいいとして、では、愛を耕す者たちを聞いてください。今日は本当にこの一つ一つ丁寧に作られたものに触れることができました。生きているということの、この歌をぜひ若い人たちに、このそうだちょっと余談ですけど、私は災害のことに28の時に最初に子供ができました。でその時驚きましたね、自分の体の中に別の命が育つって、もうこのことは本当に奇跡だと思いました。でその時にと思ったのは、お腹の中には国境ないんですよ、国境どころか命という原点において本当にバリアがないんです。肌の色も関係ないし、宗教も関係ないし、言葉も関係ないし、貧富の差も関係ないんですよ。どんなにお金があったって、お腹の中でもちろんいろんなことあるかもしれないけど、お腹の中で大きくなる子供と母親の関係、ところが生まれた瞬間から、あ、ここはどんな国だ、
はどうだ、大丈夫か、食べるものは大丈夫か、ここは戦場じゃないか、ここは砂漠じゃないか、いろんなこの大変な中に子供が生まれていくんですよね。でも体の中には命というものを、あらゆる命と共通の命というものを体の中に感じることができたということはとってもありがたかったんです。でその時に、あ、これは命を生産できるということは人間の体というのは土なんだな、体の中はまさしく土ですよね。で毎日食べたものが消化されるということはもう土ですし、そこにたくさんバクテリアを飼っているというのも土ですし、だから私は体の中は土がある、それでそれは特別の土なんですよね。私はあの歌手として歌を歌っていますけれども、人の心って何でしょうか。それはこの体の土の中に、心の土の中には思い出というものを植え付けることができるんですよ。その思い出というものは忘れている時に、忘れているなぁと思っても体を覚えているんです。おそらく脳細胞は覚えてるんですよね。あの忘れるっていうのは全部出てくる、出てこなくなるだけなんですね。出てきにくくなってるでしょ、名前とか。まあでもそれは出てきにくくなってるだけであって、一旦は入ってるんですよ。でそれを呼び覚ます、もしかしたらそれも歌の一つの仕事かもしれないし、心の中にも体の中にも土があるから私たちはつながっているし、遠くの人のことも思うことができるし、あの遠い過去のことも未来のこともこの体の中で握手できるんじゃないかな。でそのことを若いちっちゃい子たちにもなんとなくいつか感じてほしい。子供が生まれてきてちっちゃい赤ん坊、お母さんのおっぱい飲んでくっつきまって、そうやって自分が育ったと思った時に、自分は決してサイボーグじゃない、ロボットでもないんだよ、形だけじゃないんだ、体中が命なんだよっていうこと、そしてあんなに一生懸命おっぱい飲ましてもらったんだよっていうことも記憶にないですけれどもね、赤ん坊はあの大きくなった時には。でもどっかでこんな風にして抱きしめられ、抱っこされて育ったんだ、そういうものが命なんだっていうことをちっちゃい子たちにも感じてもらえたらなって、そのためにこういろんなところでちっちゃい子供たちにこの土を触ったり、まあ、ちっちゃい虫たちがまた お母さんに育てられていたりする、そんなことも見てほしいと思ったりします。では愛を耕す者たちよ、愛を耕す者たちよ、その胸の日を耐え愛を紡ぐ者たちよ、その手の恵み忘れず、愛に育つ者たちよ、そのぬくもりを抱きしめて、愛に生きる溢れる水と共にある、土を耕すその時は遥かな空の声を聞き、土の恵みを待つ日に土に戸惑うその時も、光の中で歌を歌い、土に生きる者たちよ、今日の祈りと共にある。
加藤徳子さん、明日も午前中いらっしゃいます。ぜひ午前中だけでも、ぜひ大船の皆さん、この山の学校へおいでくださいませ。
当にありがとうございました。受付の方で1000円払っていただければ青い紐の札の方に変えさせていただきますので、もし交流会参加したいよという地元の方はぜひ受付の方で1000円払っていただければと思います。明日から、今金子智子さんからご案内あったように、明日は、有機農業の明日を語る会の呼びかけ人のご参加と徳子さんのスペシャルトークということで、そちらも無料となっておりますので、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。9時半から12時ということで、明日来ていただければと思います。でこの後ですね、一度解散します。それで18時から再度受付という形で交流会の方を始めさせていただきます。その間残りになる方はぜひ出店者の方のお買い物をしてください。あとこの後ですね、宿泊者の方だけちょっとお残りになっていただいて、ちょっと注意事項を皆さんと共有したいと思います。まずは地元の方ありがとうございました。